過ぎたことだけど、当時の乙女や琴女どもは、人を、駒使い、剣、ATM 扱い。旦那も同じ。宇都は結婚前には奇跡。ある時、私を残して、高齢の家族旅行へ。旅行代金は私持ち。一緒に行動する気はなかったし、その間にやっておくべきことがあったので、何も言わなかった。で、奴らが帰ってくる日。乙女が、食事の用意はしてるんでしょうね。まあ、あんたの料理なんて食べられたものじゃないけど、我慢するわ。と電話をしてきたので。大丈夫ですよ。私が作ったのじゃないし。金だけはかかってますから。と返した。可愛げがないとか、こんな嫁をもらって、私も息子も不幸だとか言ってたけど無視。テーブルの上の料理を社メールで送ったら、納得したみたいだった。すぐさま、予約していたホテルに向かった。その後、とめことめ、旦那から、サンプル品が食えるか、家財道具がほとんどないのはどういうことだ、と、怒りの着信が山のように届いたが、置き手紙にも書いてますけど、あとは弁護士さんを通してくださいね。で済ませた。いや、本当に金がかかりました。あれだけのサンプル食品を揃えるの。残ってたのは、とめの持ち込んだもの。座敷テーブル、遠椅子、タンス、周本。雪平鍋、夜間、カセットコンロ。結婚前に自腹で揃えていた、家財道具と食器のコレクションは、奴らの旅行中に、レンタル倉庫に運び込み済み。これを実行するための必要経費として、旅行の費用を持ってあげたんだけどね。本当に食べるものがなかったらかわいそうなので、そろそろ取り替え時期に差し掛かっていた、非常用の乾パンとカップ麺は置いてきてあげました。水とカセットコンロがあれば、なんとかなるだろうし。ボンベも2本あれば十分でしょうし。カップ麺の蓋が膨らんでたみたいだけど、気にしませんでした。ロミオやジュリエットが湧いて出たりと、吸ったもんだはありましたが。今は、全員、続き柄の前に元がついているので、どうしてるか知りません。大して面白い、ロミオ&ジュリエットじゃありませんよ。お前の強さに甘えていたんだ。これからは、僕が君を支えるよ。嫁子さんを、本当の娘だと思っていたから、ついわがままを言ってしまったの。嫁子さんを本当の妹のように。以下略。共通していたのは、家族揃って幸せになろうと言ったこと。人のこと散々、家族の中に入ってきた異物呼ばわりしたんだから、せいぜい、家族で幸せになりゃいいと思いました。